です。はい、じゃあすぐ最近来たばかりのこのバカーンをねレビューしていきます。まあ、黒と黄色でいい感じのかっこいい感じのデザインです。まあ、これ着脱式で作ってます。まあ、ここら辺の素材感はあれ一緒、ちょっと違う、ちょっとこれぐらい虫に見具合はこんな感じです。あとは薄くなってるここがね、うん、なんか1枚 ついてないという表現がいいのか分からんけどこんな感じです。まあはめやすい感じはするかな。まあ、一番の多分カッティングのポイントはこの外巻きについたトリプルラップ、これによってボールの接地面がね上がってます。あとこっちか、ね、あとは赤と違うのは多分ここまで埋めてる、まあ、ここまで例えば人差し指にちょっと力が入りやすいタイプのカッティングになってます。すごくいいかなと思います。あとこの手首、この斜めに切ってるのがこの形状がすごいもう曲げやすい、やっぱりここと比べて、うん、手当時とかも全然いいかな。でちょっとここまあ外巻きラップした音でこのたわみもだいぶ減ってるので、うん、本当にいい使いやすいかなと思います。まあパンチングはこの辺かな。締め付けは、締め付けは指先か、うん、そうね指先、まあ、この辺はでもなんか締められてるけどまあすごい動かしやすい、うん、うん、いいかなと。手首もまあつけてもつけなくてもどっちでもいいけど全然、うん、いい感じ。